皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。うえーん、みんながまたバカって言うんだよ。どうしたの？何があったか言ってみなさい。今日、寺小屋で祝儀習ってたの。それで、お祝いってみんなで書いたの。チルノちゃんのはどれ？これ。お呪い。あんたねえ、呪ってどうするんだよ。仕方ねえやつだな。ジャイアントコーンやるから機嫌直せや。わーい、ジャイアントコーンがマリサは夜店で売ってるコーン照り焼きに似てるけど。うるせえ、一言多いやつだな。今日は何やるのよ。今日は身延べ少佐と不要舞台を解説しようと思うのだぜ。不要品のゴミ出しは木曜限定なのよ。あんたは黙ってなさい。字が違うでしょ。美容舞台っていうから化粧品か何か売ってたのよ。たく、てめえらは毎回、不要舞台っていうのは、戦争末期に水星艦爆を使って夜間爆撃を繰り返した舞台のことぜ。夜間爆撃、うっせえ。その不要舞台を率いたのが身延べ正し少佐で、彼は無駄な特攻には強く反対して終戦まで特攻を拒否して不要舞台で戦い抜いたのよ。そもそもなんでまた特攻なんてやり出したの？それはだな、米海軍が日本機動部隊を徹底的に研究してニューギニアの戦いの最後ぐらいから、海軍航空隊の攻撃が全く通じなくなってしまったのだぜ。日本軍は何をやられたの？レーダーで、攻撃隊の位置を特定し、戦闘指揮所から無線で迎撃機を誘導するシステムが構築されたの。ということはつまりその、日本海軍の攻撃隊は目標の100キロ手前で米軍戦闘機の有利な高度から一方的に迎撃されるようになったのよ。それも毎回。冷戦ってさ、急降下に弱い仕様だから、上から襲われて下に急降下で逃げられたら手も足も出ないじゃない。冷戦の弱点については悪端ゼロの動画を見てね。やっとグラマンの大軍をくぐり抜けてもボフォース40ミリ機関砲の弾幕が攻撃隊を待ち構えていたのぜ。歓迎日本軍様とかの横断幕が張ってあったのか。横断幕じゃなくて弾幕な。日本軍みたいに一発一発狙いをつけるんじゃなくて弾撃ちまくって当たり一面弾だらけにしてしまうんだよ。そんなとこに突っ込むのはちょっと怖いわね。しかも、VT 新艦なる新兵器も登場してな。D9M 新艦なら霊夢だけど。うっせーよ。武都新艦は命中しなくても電波出しながら飛んできて、目標が近くにあると自爆して破片撒き散らすという凶悪兵器でな。電波出しながら飛んでくる危ねえやつってマルチリ霊夢と同じだ。うっせーって。ここまでてもうダメポ感がすごいわね。しかもさ、米軍のヘルキャットとかコルセアって2000馬力もあるから、アメリカの空母は戦闘機多めで迎撃終わった戦闘機を爆撃機代わりに使えるわけよ。あのでっかいのコンパクトに折りたためるしね。そんなわけでアメリカ空母 SX-9 は100機も飛行機詰めるもんね。これじゃちょっとお話にならないわね。それでも、日本海軍のお偉いさんは大和魂で特艦の一点張りなのよ。それで、マリアナ沖海戦でボッコボコにされるのね。あはは、またねえ。チルノちゃんにバカって言われるような人が航空参謀とか航空艦隊司令官とかやってんだもんねえ。でさ、今度は夜間に強襲してアメリカ機動部隊に打撃を与えようとするんだけど、その程度しか思いつかないのかよ。その夜間攻撃もアメリカが一枚紙手でグラマンにレーダー積んだ夜間戦闘機型とかブラック移動夜間戦闘機とか飛ばしてきて、夜間攻撃でも戦果上がらず台湾沖海戦でもボロ負け、機動部隊も陸上基地から発進する攻撃隊もほぼ壊滅してしまうのぜ。あっちも将軍とか日本の高級将校らえてこうか何かだよ思ったんだね。パイロットとか若手将校は盛況なんだけどねー。それで、フィリピンを守るためのレイテ沖海戦では戦力を失った空母をおとりにして戦艦隊が突っ込むということになったんだけどさ、もうちょっと策が欲しいわね。そこで特攻なのよ。敵機動部隊に爆弾抱えた冷戦が突っ込んでアメリカの空母を一時的に発艦不能にするというものだったのぜ。一回こっきりの作戦がそれしかないにすげ変わっちゃうんだよね。あんまり戦果が大きいもんだから目がくらんじゃったのね。あれ、国交ってあんまり戦果なかったんじゃないの？それは反日左翼さんとかアメリカのプロパガンダだな。実際は戦艦巡洋艦などの大型艦は特攻食らっても平気だけど、空母やら小型艦に命中すると致命傷になる。イントレピッド、エンタープライズ、
サラトガ、フランクリン、ハンコック、レキシントン・バンカーヒルなどが特攻機のために大破離脱してしまい、エンタープライズとサラトガ、バンカーヒルはそのまま修理できず退役してしまった。アメリカ軍だから持ちこたえたようなものの他の海軍だったら終わってるわね。これさ、特攻やらしてる海軍首脳がもちっと賢くてさ、兵員たくさん乗せた輸送船とかオイルたくさん積んだ補給艦を狙ってたらどうなってたと思う。あ、アメリカの高級将校は優秀だからそれを恐れてた。なんでさ、日本のお偉いさんは命令しといてそこをわかってないのず。戦艦潰したら偉いさんの手柄になるからさ。小型艦は後回し。特攻機は小型艦にこそ有効なのに。偉いさんがあれだと命を捨てて頑張ってもダメなのね。それに日本海軍は特攻の正確な戦果なんて知らなかった。そりゃ毎回毎回デタラメな戦果判定ばっかりやってやーね。それにさ、いくら戦果があるからって、全部の攻撃特攻にすることはないでしょ。陸軍まで特攻とかやりだしてるし。または加減知らないからな。私もたまに冷凍ごっこやりすぎてカエルさん殺しちゃったりするし。そんなに戦果が上がるなら自分が行けばいいのに。陸士とか海兵の上位卒業者はそういうとこ行かないからね。陸軍の富永なんてフィリピンが危なくなったら自分と馴染みの芸者と二人で逃げたんだぜ。芸者って人に特攻やらせて自分は芸者かよ。そういうのに完全と反対して特攻が必要な時はするが、それは最後の手段だと言って夜間爆撃を極めたのが身延少佐と不要部隊なのだぜ。あんたの前振りはほんと長いわねー。もうすでに前振りで6分使っちゃったし。身延少佐はもともと水上機乗りだったんだけど、水上機乗りは経験が豊富なので水上機乗りもガンガン陸上機に転用すべしと進言して自らも冷戦に乗るようになったのぜ。変わった経歴ね。それで夜間攻撃を推進するんだけど、単純に夜間攻撃やってもアメリカも甘くはなくて最初は苦労したのぜ。そりゃ敵さんはレーダーとか使ってるし。それで身延少佐は自身の経験をもとに徹底的に夜間戦闘にこだわった搭乗員育成に努め、必要なことのみ教え、悪天候で飛べない時は座学を充実させて乗員を育成していったので、また乗員には完全な昼夜逆転生活をさせるなどを徹底した。訓練プログラムの見直しか。ところがな、今度は機材がないんだよ。夜間戦闘機月光は旧式すぎて通用しなくなり、生産もされなくなってたのぜ。それでどうしたの？実は大戦末期には水星と呼ばれた艦上爆撃機が余っていて、な250kg 爆弾を積んで 1500kg の航続距離があり、最高速度は 515kg も出せる。もちろん急降下はお手のものだ。何その冷戦スペック、なんでそんなすごいのが余っているのよ。水星は空母機動部隊専用に海軍内の空技省で開発された機体でな、エリート部隊用に少数運用する予定だったので、整備も操縦も難しく、普通の整備員や乗員の手に負えるものじゃなかったのぜ。さあ、専用ゲルググみたいなもんか。そういえば空母は全部やられてしまってたな。なんで整備とか難しかったの？水冷エンジンを積んでたのと、各部を油圧じゃなくて電動で動かす仕組みになってたのぜ。なるほどな。当時の日本のバッテリーじゃすぐに上がってしまうわな。それに、水冷はやばいわ。なんで水冷はやばいの？当時の日本の技術じゃ水冷にするとラジエーターやらエンジンのシールやらパッキンの精度が悪くて、オイルや水が漏れちゃうのよ。何々エンジンのシールと何？パッキン。何々？パッキン。エンジンのパッキン。パッキンじゃなくてパッキン。うるせえてめえらわざとやってるだろ。そういう水星艦爆の欠点を克服するために、不要部隊では実際に水星を生産する愛知という会社から技師を招いて、整備士に水冷エンジンの整備を学ばせ、不調の際は分解整備ではなく、できるだけ部品交換で行うようにして、整備員の人数も充実させた。また着陸速度が速すぎる水星を搭乗員に猛訓練を施してものにしていた。藤枝基地の不要部隊では搭乗員4割、整備員6割で構成されていたわね。飛行機集めて飛ばなきゃ意味ないし、飛行中に故障に見舞われたら死ぬしかないもんな。故障ってあんたラーメンじゃないんだから。また、不要部隊ではロケット弾や光電管爆弾などを積極的に採用していた。光電管爆弾ってなんよ。なんかさ、
アニメとかに出てきそうな特殊部隊よねー。光電艦爆弾やロケット弾は当初海軍は安全性の問題とかで出し渋ってたんだけど、特攻隊までやらせてるのに何やってんだか。見延少佐はそう言って上層部に掛け合って新兵器の使用を認めさせたのよ。陸軍と違ってイエスマンだらけの海軍士官にしては珍しい人ね。不要部隊の食事内容についても上に噛みついてるしな。まあ特攻拒否するようなお方だもんね。硫黄島の戦いの時、いよいよ不要部隊も特攻に出るって噂が流れて藤枝の父が動揺したことがあったんだけど、見延少佐が俺が飛行隊長をやっている限り貴様らを特攻には出さん。って演説して藤枝基地の動揺は収まったのぜ。マリサあんた変なアニメでも見たんじゃね。なんか話がアニメっぽいんだけど。アニメじゃないわよこれ。見延少佐は1970年まで航空自衛隊で空将やっておられた。師隊看護は伝送株が運営する伝送工業学園の学長などを務められ97年まで存命だったわよ。終戦時昭和20年で30歳だったわずよ。20代でその指揮官ぶりか。ますますアニメっぽい人だな。でもさ、上からの特攻圧力もあったでしょう。不要部隊の彗星は稼働率8割、優秀搭乗員の割合は3割近く。松山の市電海343航空隊と並ぶ海軍航空隊最強部隊になっていたので、上層部も特攻には投入できなくなってたのよ。確かにそういう人材を特攻には突っ込めんわな。結局沖縄では主に索敵と夜間に米軍飛行場を夜襲して敵の戦闘機を上がらせないという任務について、戦艦と巡洋艦、大型輸送艦撃破飛行場を破壊すること6度という戦果を挙げたのだぜ。ブラマンがブンブン飛んでたら特攻どころやないもんな。索敵とか偵察とか防空も大事なのに前期特攻ってバカすぐるわ。見延少佐も本土決戦でどうしようもなくなったら、自分を先頭に不要部隊前期で特攻をかけるつもりだったけど、その前に終戦になった。少佐のおかげで多くの有能な若者が戦争を生き延び、戦後復興の力になったのね。まあ、夜間の飛行場爆撃という危険任務だったから、600回も出撃して50機以上も未帰還になったんだけどね。出たら侵略特攻よりはマシだけどね。見延さん自身が戦後、航空自衛隊や伝送で活躍されたことも大きいわねー。最後に見延少佐が木更津で海軍上層部にぶちかませた伝説の大喧嘩を紹介して動画を終わるのぜ。実戦を知らないバカ幹部が練習機を特攻に使おうとするので少佐がぶち切れるのよね。フィリピンでは敵は300機のグラマン戦闘機を配備しました。今度も同じでしょう。練習機まで借り出してもトエハタイのグラマンの防御陣を突破することは不可能です。特攻の掛け声ばかりでは勝てるとは思えません。実施陣中の火が空を覆って進撃するとき、何者がこれを遮るか、第一線の焦燥士官が何を言うか。何者が遮るかって、敵もグラマン戦闘機って言ってんやんまからよてめえ。黙って聞きなさい。今の若い搭乗員の中に死を恐れる者は誰もおりません。ただ一命を賭して国に殉ずるためには、それだけの目的と意義がいります。しかも死に害のある先行を立てたいのは当然です。精神力一点張りの空念仏では心から勇んで立つことはできません。同じ死ぬなら格算のある手段を講じていただきたい。それなら君に具体的な策があるというのか。それを考えるのが参謀の仕事だろうが、いい加減にしろよてめえ。あんたも黙って聞きなさいって。ここに居合わす方々は指揮官、幕僚であって自ら突入する人がいません。必死陣中と言葉は勇ましいことをおっしゃるが、敵の弾幕をどれだけくぐったというのです。失礼ながら私は回数だけでも皆さんの誰よりも多く突入してきました。本当にあなた方指揮官自らが死落としておいでなのか。練習機が昼間に何戦機進撃しようと、グラマンにかかってはバッタのごとく落とされます。2戦機の練習機を特攻に借り出す前に赤トンボまで出して生産があるというのなら、ここにいらっしゃる方々がそれに乗って攻撃してみるといいでしょう。不詳、この私が冷戦一機で全機叩き落としてみせましょう。かっけーヨウムちゃん、かっけー。ヨウムちゃんじゃなくて見延少佐よ。
ということで今回の動画は終わりなのぜ。